思いがけずドキュン返しになった話。一人暮らしの琴目がくれくれ。いいなぁ、私も欲しいなぁ。嫁子さんばっかり買ってもらってずるいよ。ねえ、私にも買ってよ。ダメなら貸してね。ついでに、これとこれも貸してね。って呪文を唱えながら、私の私物を持って行こうとする。何度戦っても懲りないし、レンタル料金を払えば貸してあげるよって言っても。やだ、身内からお金取るの？嫁子さん、がめついよ。友達なくすよ。てにやにやしてる。たちが悪いのは、高額なものをまずくれくれしておいて。じゃあこれでいいよ。ありがとう。って、それよりも安いものを、お礼を言って持っていくところ。こっちは貸さないって言ってるんだし、お礼を言えばいいってもんじゃない。催促すれば返すんだけど、催促しなければそのままパクる。家にあげなくても、庭にあるものをパチっていく。今のところは全部取り返してるし、壊れたものは弁償させてるけど、懲りずにうちに来てピンポン連打で、すごいストレス。ストーカーで訴えてやろうかと思ったこともある。乙女はいい人で、今までも、琴目を締めてくれてたんだけど、乙が病気になってからは、闘病にいっぱいいっぱい。さすがにその状況で、あんたらの娘を何とかしろ。とは言えないし。運悪く旦那は、乙が病気になる前から単身赴任中。自分の父親が倒れてるっていうのに、うるさいこと言うやつがいなくなった。とばかりに、くれくれカセカセがパワーアップして、うるさくて、最近はずっとイライラしてた。そのストレス発散も兼ねて、ウトの退院祝いに。明日、ウトさんの好きな、パンとケーキ、たくさん焼いていきますね。って約束したのを、琴目に聞かれた。翌日、玄関を出たところで待ち構えてた琴目に。これ私の分ね。ありがとう。手持ってたバッグを取られた。手に持ってるものを強奪されたのは初めてだったから、ポカーンと見送っちゃった。それぐらい素早い動きで、さーっと、自分の車に乗って、去っていった。その日、義実家で夕飯食べてたら、琴目が来て、泣きながらわめいてた。彼氏と友達カップルのダブルデートで、自分が焼いたパンとケーキだって言って渡したら、中から出てきたのは、粘土と古い絵の具とモールと汚いビーズの山だった。間違っちゃったって言ったけど、どうやったら間違えられるんだって喧嘩になった。中に入ってた食べ物せいで、人から取ってきたのがバレて振られた。友達カップルにも惹かれた。他の友達にメールしても、なんか冷たい。騙すなんてひどい。って内容だったと思う。私はもう内心大喜びで、ざまあ、だったんだけど。とめ、人のお見舞いにまで手をつけるなんて。刑務所に入らないとわからないの。うと、もういい。警察に捕まえてもらう。ってうとめが興奮して、とめなんか泣き出しちゃった。ことめは即逃げたから、思うようにはことめをプギャーできなかった。結局、次にことめが、私を含む誰かから窃盗したら、警察に通報って形で、落ち着いた。正直、友達の子供にあげる予定だった。使い古しの粘土遊びの道具で、病み上がりの乙を矢面に立たせるのもなんだかなと思って。でも、この一回で友達の反応が冷たいってことは、何かやってるんじゃないかと思ってる。粘土セットは帰ってきてない。デート先に置いてきた、ぽいことを言ってた気がする。友達の子供には、まだ家に残ってたものをあげた。粘土は古いやつだし。バッグ代だけ弁償させて終わりにするつもり。ウトに扮死されたらたまらん。ウトが一番好きなケーキって、ショートケーキだから、入ってると思って、バッグを揺らさなかったんだと思う。ビーズは缶がなくて、キルトの厚い布袋に詰めたから、あんまり音がしなかっただろうし。プリンが、ウトの二番目の好物だから、カチカチ言っても、皿が擦れる音だと思ったのかも。まだ琴目が本性を出してなかった頃は、義実家で一緒にケーキ食べてたから、私が普通の皿を使ってプリン作るの知ってるし。重さはわからないけど、車移動だったっぽいから気にならなかったか。
一番は、今日はパンとケーキを嫁が持ってる。って思い込みなんだろうけど、今思えば、バッグも、底が広くて平らになってて、いかにもな形だった。